オーストラリアでラーメン屋をやろうと思ったきっかけは、やっぱり小さい頃からラーメンをたくさん食べてて、やっぱりこの僕がオーストラリアに来た時もラーメン屋さんがそんなになかった時代でしたから、なんでしょう、自分でラーメンをいつか作って好きな時に食べたいなっていう気持ちがあったから、そういう風になってきたのかなと思ってますね。透き通ったガラスープを作ることにこだわる理由。同じ味を比べた時に透き通ったスープの方が濁っているスープよりも旨味が直接伝わります。それは見た目の美しさである視覚情報も味の一部として捉えるからです。そのため豚骨スープの作り方とは真逆の過程である火加減に気をつけることにこだわります。また下茹でとアク取りも欠かせない過程です。旨味成分を重ねていくこともまたとても大切です。クリアだけにこだわると味が軽くなってしまうため、視覚からは想像を超える味を実現するようコクを出すことにもこだわります。豚の原骨や丸鶏、そして魚介類に至るまで試行錯誤を重ねたレシピは創業当時から改良し続けているものです。一枚一枚心を込めて作るチャーシューはラーメンの主役的な存在です。チャーシューは丸3日かけて作ります。すべての家庭には美味しく提供するための理由があります。豚バラの塊を一つ一つ丁寧にタコ糸で巻いていきます。その目的は調理中の過程において肉の旨味を逃がさないようにするためです。臭みを取るために下茹でもします。ジューシーなチャーシューを作るために特製ダレに一晩漬け込みます。口に入れた瞬間にとろけるチャーシューに仕上げるためにさまざまな工夫を施します。スープに合った麺を作るように満腹ではしています、はい、スープに合わせてその、まあ、麺を作る過程で粉も全て変えてますし、そうしないと、まあ、美味しい、まあ、ラーメンの完成品にはならないと思います。
ラーメン全体をアートとして捉え、ネギの細さにも美しさを追求します。脇役だけど重要な3日間かけて作った特製メンマ、スープに到着するまで旨味を逃がさなかったチャーシュー、黄金色の黄身がラーメン全体の彩りに欠かせない煮卵、緑が際立つ新鮮な貝割れ、そして日本の技術で作られたオリジナルの海苔、この長い過程を経て一杯のラーメンが完成します。五感を通してお楽しみください。お客様の笑顔のためにこれからも進化し続けます。